美智子上皇后様が骨折して、戻られてですね、卒業の誕生日ですね、90歳のあったんですが、そこにまあいろんな方がお見舞いに来られてですね、秋篠宮家とか、愛子様とかももちろん、その中に佳子さんもね、佳子様もしっかりと卒業のお誕生日に挨拶に来られたというところなんですけど、佳子様なんですけど、なんか僕は佳子様を見てるとですね、最近ですね、なんかちょっといろいろ距離を取ってるように見えるんですよね、秋篠宮家とか。佳子様の特集をやってるのがあるんですけど、秋篠宮ご夫妻は最初に結婚することについて公表して以降、私たちにとって予期していなかった事実が、出来事が起こりました。このことについて私たちが周りからも種々の示唆をいただくとともに心配する声や反対する声が寄せられました。また、皇室への影響も少なからずともありました。ご迷惑をおかけした方々には誠に申し訳ない気持ちでおりますと。皇室としては、類例を見ない結婚となりましたなどという内容の談話を、秋篠宮様が発表したということですね。こうした中にあって佳子様は姉を応援して、私は結婚においては当人の気持ちが重要であると考えます、ですので姉の一個人としての希望が叶うような形になってほしいと思っていますと語ったんですよね。これはその卒業式の時、19年にね、2019年に国際キリスト教大学を卒業した、まあくしくもお姉さんの真子さんと小室圭さんが出会ったのがこの国際キリスト教大学。教室を最後まで崩さなかった。そして結婚するとき、まあ、要はニューヨークに旅立つときの真子様にハグをしたんですよね。玄関先で両親が見守る中、佳子様は嫁ぐ姉をしっかりと抱き合い、分け惜しんだのだった。そういう仲良しな姉妹。まあそういう姉妹なんかむつまじい状況があったってことですね。ただ最近変わってきてるっていうことなんですよね。秋篠宮家と眞子さんはやっぱり断絶、実家との断絶を未だにしているっていうことですね。秋篠宮ご夫妻は今回引っ越したんですよね、眞子さんはね、郊外の方にね、ニューヨークのね。転居にの件について眞子さん自身からは何の連絡も大きになっていません。ご夫妻から眞子さんへの直接アプローチなさることは全くありません。それは今なお眞子さんが頑なな姿勢を見せているからで、連絡の必要があるときはもっぱら佳子様を介してやり取るんですよ。ただ面倒くさいね、佳子様にしてもね。それでも近頃は国民から祝福されないまま日本を飛び出していった姉の結婚生活を佳子様も客観的に捉え始めております。このような形で果たして幸せなのでしょうかと、いわば距離を置かれている様子さえ伺えると。最近のこの報道、まあ、これはデイリー新潮の話なんですが、佳子様自身も最初は姉をかばってた、それは本人たちの問題だから、結婚は本人たちが幸せであればいいんじゃないのかとお気持ちでああいう発言をしたと。しかしここから時間が経ってですよ、3年が経ってですよ、佳子様も日本に残ってですね、公務を姉に代わりね、姉以上に、眞子さん以上に頑張って今らっしゃるんですよね。その中でやっぱ気持ちが変わってきたってことですよ。何勝手に辞めて自分らだけニューヨークに行っちゃってんのと、何かあったら私に言って早く仲直りしなさいよみたいな気持ちが出てくるのはそれは当然ですよね。なんかいい風に私使われてんじゃないのみたいな。だから佳子様は、小室圭さん、眞子さんの唯一と言っていいほどの応援者だった、理解者だったんだけど、ここ最近は変わってきた。大人になったと。やっぱり祝福されない結婚でどうなのよと。自分たちだけが幸せだったらそれでいいのかと。いや、違うでしょと。いうふうに考えるようになってきたと。だから、佳子様自身は、眞子さんとの距離もちょっと置きたい。しかし、だからといって、秋篠宮家、にどっぷりハマってるってわけではない。お父さんお母さんともちょっと距離があるってことですね。島津家の会合っていうのに行ったんですよね。秋篠宮夫妻とともに佳子様がお忍びだけ出席した。そしたら婚活家などの、そう、島津家といい関係なんじゃないかと、佳子様がみたいなことが週刊誌にすっぱ抜かれたってことですね。そういうのも含め、ご家庭内でのコミュニケーションの不全という状況を秋篠宮ご夫妻が改善できるのにいらっしゃるのであれば、
国民は将来のお世継ぎを要する一家の敬愛する気持ちを一層抱きにくくなってしまうでしょうと。将来のお世継ぎを要するご一家っていうのは悠仁さまのことですよ。だから悠仁さまは将来の天皇陛下になる一番の候補者なんですが、この秋篠宮家自体での家族内でのごたごたが続いている。そして佳子さま自体もちょっと距離を置いてるっていう。確かに佳子さんってちょっと違いますよね。行動が一人だけ違うというか、ちょっとなんか最近独立しちゃってるなって感じがしてますよね。どことも絡んでないというか、佳子さまっていう一つの何ですか、アイコンになっていろいろと活動なさってるんで、何ですかね、こう旗目から見てるとあんまりこう皇室未練がないというか、なんかどっかのタイミングで抜けたいなって考えてるんだけど、まあ、姉のように国民を敵に回してとかそういうのはちょっと自分はしたくないなみたいな、なんかちょっといろんな画策をしてるんじゃないかなっていうふうに見がちなんですが、まあまあそういうごたごたがいろいろね、一層広がれば広がるとも、国民の気持ちももちろんね、あれって秋篠宮家どうなってんのって気持ちももちろんなるんですが、それよりもね、もっと身近なね、上皇様、上皇陛下もそうだけど、今骨折でこれからリハビリに励もうとしてる上皇后様、美智子上皇后様にしてもリハビリどころではないじゃんと、なんでこんなに悩みの種がいっぱいあるんでしょうっていう風になっちゃうんではないのかなという心配はあるかなという話です。